演武開演。どうも、本日はこちら、おはよう乳業のアイス抹茶あずきを食べたい。では、いただきます。朝一に効く苦味ですね。一口目から抹茶の濃厚な苦味が口の中に広がって、それを邪魔しないさっぱりとしたバニラアイスの下にありました。抹茶を堪能できて美味しかったです。そしてあんこ、上のこしあんだけでなくバニラアイスの中にも粒あんが入っていて、一粒を同時に楽しめるというのもありそうでなかった面白い発想だと思いました。また食べてみたいです。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。